そう、ちょっと寒い。明日舞台前にここで見てきます。明日2回公演。ねちゃんの演技久々に見れて嬉しい。ありがとう、来てくれて。もう今日ねりんご飴食べたし、まあ、あとお風呂入ったら寝れる寝れる。連日試合見て泊まりかな。どうだろうね、そもそもその試合の日に仕事が入ってる気がするんだよな。わかんない、入ってなかったらいいなと思うけど、ちょっとそこがまだ読めないからどうなんだろうって感じ。今日もハズレピーポーです。そうだねそう、北九が置いていくかな、見どころ。まあメンバーがいっぱいいるのは向こうだからね。だし、なんだろうね、まあファン感はマジで本当に読めないから。どんな感じか。大島武さんリップありがとうございます。試合からのファン感そうだといいなって感じではある。もしかして前にツーショット写真撮れてる。うん、ありがたいことに。あ、でも1日目はなかったかな確か。でもそっからはツーショット写真を撮れてる。選手楽当たりますようにね。当たったらいいな、私のファンの人。沼さんでもさ、そのファミマにさ、沼さんと一緒に行ったの今日。あのみんなもうメイクとかしてて、私もメイク終わっちゃって、先にこうみんなゲームしながらさ、なんかやってたからメイク。私ちょっとあのなんか今ちょっとゲームの気分じゃないなと思って、私は一人でこうメイク真剣にやってた。メイク早く終わって、でご飯なんか最近どん兵衛食べたいんだよねってそう思ってでじゃあ買いに行ってこようと思って行こうとしたら、沼さんが、沼さんコンビニ行くけど沼さんも行くって言ったらでも下ファンの人とかいるんじゃないって言われて、あ、まあいるかもしれないですねって言ったら、危ないけん俺がついてってあげるよって言ってました。そうで下降りてあのちょっと道歩いてたら私のファンの人いて、あ、ヤッホーってヤッホーって言って、やばいどうしよう沼さんつって、沼さんやばい、ファンの人に2人でコンビニデートしてるとこ見られた、やばいどうし、俺がどうしようやわって言ってましたはいって言ってました。最近割と会えてないんだよね。スクープ写真嫌だよ沼さんとスクープ写真めっちゃおもろいやっけ。あの方会場迷ってた、あ、迷ってたの、そういうこと。いや私のファンの人は安心安全だよ。でもやっぱね、あの安全じゃない人がいたらよくないですか。やだ沼さんと熱愛発覚やだそう沼さんマネージャーみたいについてきてくれました。はい、そんな感じで沼さんがついてきてくれたっていう、そんだけ。沼さんのあれ耐えられるなちゃんすごすぎ。なんかねもうね慣れた沼さんの顔に最初はさなんかこうなんかもう笑っちゃって仕方なかったけど慣れた沼さんが言ってた自分で、あの最初そのレッスン最初の、 あの稽古の時、あのもう面白すぎる無理って言ったら、いや正直多分見てたら慣れるからって言われて慣れたマジで。だから慣れですねあれは完全に。今私はね結構な一個ねちょっと考えというか、ちょっとごめん耳がめちゃ痒くてさ、ここがめちゃ痒いの。そう、私今もう必死にさ
ショールーム4周年の時のさ衣装を探してて、そう、もう全然見つかんないこれっていうのが。ヘリの舞台楽しかったです、ありがとうございます。実は面白くて私も好きよ。今さん面白いよ、優しいし。私服ステージ衣装、まあちょっとステージ衣装っぽくしたいし、完全私服ではないかな。まあ、めっちゃ分かりやすく言うと、こうなんていうの、なんかゲーのテレビ番組のそのひな壇とかに座ってるその綺麗めな女優さんとかゲストさんとかが着てるような感じのが着たい。なんかこうちょっとドレッシーな感じのワンピース、なんか道端でそのフリル無理じゃねみたいな服わかる、道端でそのフリルの服着るのは無理だよねみたいな。でもめっちゃ派手かって言ったら そんな超派手でもないよなみたいな感じの今着てる。あ、これ結構ね超シンプルだよ、だってこれ柄ないもん。いや、結婚式の時間よりももうちょい派手な感じかな、そうっていう風なのを着たくて。そう、あれちゃう、あれスカートで今その衣装さんに相談してどうしよう。りなちゃん実は賢い、りな賢いよ知らんけど今日の絶対さアフタートークのやつでしょ。スパンコールではないかな、どっちかというとフリル系にしたい、フリルとかレースとかそっち系にしたいなと思ってる。そう、こんな感じですね。とうとう選手とお仕事できそうな機会だね。それはファンの人にとっては嬉しいのかな、どうなんだろう。でもね、どのくらい関わるか分かんないじゃないですか。普通に多分はだ、しかも今回のその MC の方がノラレンジャーの、この前私竹尾先生と一緒にロケ行ってたじゃないですか。その竹尾先生の相方の方なんですよ今回は。首藤さんっていう方、ノラレンジャーの首藤さんっていう方と、あとねあのキックオフイタの司会っていうか MC されてる方、名字同じ、あ、名字一緒だっけ、何さんだっけ、森っていう名字がついてたのを覚えてる。そうね、ちゃんとね名前と顔をねしっかり覚えないと。ただ私思うんですよね、こうあのさ試合の時のシーンとかさ、よくトリニダの公式が載せるじゃないですか。でもさ、やっぱさ、ちょっとやっぱさ、その走ったりしてる時のさ顔つきってやっぱ違うじゃん、普段の素とさ。だからさ、こうしっかりいろんなもの見て覚えないと、うわーと思って。てんてこちゃんラブレターありがとうございます。今回首藤さんと森迫舞さんですと一緒に、まあだから私この前、そうこの前のイベントの時にその森迫さんはお会いしてちょっとご挨拶させていただいたのよ。どうなんだろう、でもまあお二人が多分主にこうおしゃべりをしてくれると思うから、私はこうちょこちょことちょこちょこと口挟む感じになるのかな、どうなんだろう。マジで正直わかんない、どんな MC になるのか、あとどんなイベントがあるのかとかも、まあ、今後追加で発表されていくみたいなので楽
監督さんとお話しする機会ありそう。どうなんだろう、あるのかな、本当に分かんないんだよ、何するかも分かんないし、うん、何するかも分かんないし、どんな感じなのかも正直。なんか聞いたらやっぱファン感ってやっぱ監督によってやっぱこう毎年色が違ってくるっていう風な噂を、噂というかお話を軽く耳にしたので、だから多分去年とはまた多分違う感じになるのかもしれないし、今までで一番の大仕事すぎてこっちが、いや本当にそう、なんか HKT のメンバーとかのさ司会とかだったらさ、こうなんていうの、ちょっと強めの口調でさ突っ込んだりとかしてもいいじゃん。でもさやっぱまだこうそんなさ、そんなやつじゃないからさ、だからさ強めのさ突っ込みとか絶対やられないしさ、ましてやさ口が悪いのなんて絶対もう言語道断じゃん。やっぱそのこっちとはさなんていうの、違うこうファン層というかあれだから、違う世界だからさね、なんていうんだろう、こう言ってもいいラインと言ったらダメなラインっていうのがまだつかめてないから正直、こっちではそのいじりは OK だけど向こうでは絶対 NG とかいうものも絶対あると思うから心配ですよね。でもだからといってさ、こうなんかなんか猫かぶりすぎて全く面白くないじゃないけど、猫かぶりすぎてなんかなんていうの、ありきたりすぎることしか言わないのもなんかせっかく呼んでいただいたのに違うかなとかも思うし、難しいんだよ、マジで分かんない本当に。しかも本当に各選手のことをまだまだ私は知らないことばっかりだから、だからなんていうんだろう、こう積極的に質問していい方とさ、こうちょっとそういうのが得意じゃない方とかも多分いると思うけど、そこも分かんないし。シューミーさんラブレターありがとうございます。エカさん指ハートありがとうございます。いや爪痕を残そうとは思ってないですけど、そんななんかめっちゃおもろいこと言って沸かすだろうとか思ってないですけど、でもやっぱこうやっぱ MC としてちゃんとやるべきことはやんなきゃいけないから、だからもうそこはちょっと探りつつって感じですよね本当。私やっぱこう女じゃないですか、私って性別が一応ね生物学的には一応女じゃないですか。やっぱこう選手って男性じゃないですか、なんかこう選手やっぱ男性ってことは女性のファンの人もやっぱある程度いるわけよちゃんと、ってなってくるとこうなんて言うんだろうね、こうやっぱ変に私が多分絡みすぎるというか絡みに行くのも多分めちゃくちゃ嫌がられると思うし、だからといって選手に話を全く振らないのもなると思うし、っていう、クイナのファンと選手のファンどっちかだか、どう考えても選手のファンでしょ私のファンなんて多分もう5人ぐらいしか来ないよ、ファン感なんだから私は全く多分そういう気とかなくても多分そのアイドルっていうだけで正直さ、そのなんていうの、同じステージ側にいるアイドル女っていうだけで多分嫌だなって思う人って絶対いると思うのよ。でも別にそれは仕方がないことじゃないですか、だったらみんなだって思うじゃん。あの私でなんか今回の仕事はまあそのまた別として思わない人をって思わないでほしいんだけど、今回の仕事はでもやっぱこうね、多分男性アイドルとかさイケメン俳優とか多分さ私と同じステージとかに立ってたらさ多分ちょっと嫌だなって思うのってまあっていうねって思うじゃん。そうだよね、まあ慣れ慣れしくするつもりはないです。ただでもさ正直私の性格といい私のさこうファンの人が感じる私の良さというのがさ割とこう友達みたいなフランクな感じで接することができるっていう感じも
ちょっとあるじゃん。まあだから本当借りられた猫というか、なんていうの、借りてきた猫というか、本当そのぐらいのレベルで多分やんないと多分嫌な気持ちにさせちゃうんだろうなっていうのはちょっと思ってる。そういうこう選手のことを推してる女の子とかにはすごい嫌な気持ちにさせちゃうんだろうなっていうのはちゃんと自分でも分かってるから、だからこうなんだろうね、がっつりはいかないですちゃんと。私の性格がまだやっぱ知られてないわけだから、でも MC ってそういうとこ難しいなって思いますね。だっていやそれはでも嫌だなって思うことは悪くないし、そういうもんだと思ってますから、推し活って。だから本当にちゃんと気をつけようと思ってます、そういうところは。でもただ本当にそういう経験が初めてだからさ、そういうなんていうの、こう気をしっかり使わないといけないというか、いろんなとこに気を使いつつっていうのが初めてじゃ初めてみたいなもんだから、まあ、なんせ経験がない分本当にね、心配じゃ心配だよね。度が過ぎると痛いわね。でもまあそれもさ、正直アイドルオタクにもありがちじゃん、お互い様だよ。だっていわゆるガチ恋って呼ばれる人だってうちらの中では割と普通にガチ恋っていう存在がいる とはいえさ、向こうの人たちからしたらさ、えガチ恋みたいな、ええー、みたいなってなる人たちもやっぱいるわけじゃん。だからまあそこはお互い様だよね本当に。うん、本当にもう、意識的に遠ざかるっていうのは多分失礼になっちゃうから、逆にこう意識的に近づかないっていうのを頭に入れてやろうかなと思う。そう、意識的に近づかないだと失礼じゃん、それはそれで。だからこう近づかないを意識、なんていうの、じゃ意識的に遠ざけるっていうのは失礼だから、意識的に近づかないっていうスタンスでいこうと思います。ちゃんと本当にありがたいことですから、こういうことに選んでいただくの頑張らなきゃね。ちょうどいい距離感って難しいよね本当。私だってファンの人と割と距離近めな方じゃん、ヤッホーとか言うし、あゆかわタンブラーかめっちゃ可愛かったてか理由が可愛かった、あのデザインにした。実家の犬ですって書いてたのがめっちゃ可愛かった実家のワンちゃんタンブラーに書くのめっちゃ可愛いじゃん。うん、でもし一番あれだよね、困るのはあのマイク係とかになったら一番困るよね。意識的にだって近づかなきゃいけなくなっちゃうからさ、こうマイク渡してくる係とかになっちまったらさ、ね、実家のワンちゃんをタンブラーに描くのめっちゃ可愛くない本当に本当にありがたいことなので頑張りたいと思っています。うん、その直後に写真出てきたから、どういうこと？でもタンブラーちょっと欲しいからちょうだいもうね、もう端っこでちょこんってしとく。でも本当に本当に最近こうやってイベントに呼んでいただくことが多いからこそ、やっぱり思うのは私のファンの人は特に意識してくれてるんだろうなっていうのは常に言ってるから思うけど、やっぱこうもともといたなんていうの、サポーターの皆さんが嫌な思いをするような行動はしてほしくないなって思うし、なんだっけ、まあやっぱコメントとかで
あのどうせ写真撮ったら帰るすぐ帰るんだろうみたいなコメントもやっぱ見たので、まあでもうん、まあ時間がある方は、時間がない方は仕方ないかなと思うけど、でも時間があったりする方は試合もちゃんと見て帰ってくれると私はすごい嬉しいなって思いますね。そうね、っていうのは常にあの感じ取る、感じてるというか、そう、郷に入っては郷に従えです。そう、まあ多分その本当にあのルール守ったりとかしてくれてる方ももちろんいると思うし、そうそう、全然そこは本当にありがたいなと思ってます。今のとこそのなんかまあその帰ってたとかは見てないので、その帰るんだろうみたいな、まあやっぱ偏見も正直あると思うから、他の界隈から入ってきた私たちだから、サッカーとかいうスポーツとは全く関係ないとこからいきなりポンって現れたやつだから私そうそうそう、まあでも別に絶対に見なきゃいけないっていうのはないと思うけど、ただやっぱ余裕があったら見て帰ってくれると私は嬉しいなって思いますね。そうそう、だからやっぱね、そう思われちゃうのも多分仕方ないことだとは思うんだよね。お互いがお互いのその世界をまだ多分完全に理解してる人ってもともと好きだった人ぐらいしかいないと思うし、そうじゃない人は多分ね、多分分かんないと思うので、うんね、まあただやっぱお互いね、こう良い関係になれたらいいなと思います。でも私のファンの方結構ちゃんと見てくれてたりとかする方も多いし、ルールもちゃんと守ってると私は信じてます。私のファンの人でルールを破る人はいないだろうなって、いないよなって思ってますいたら許さねえぞって、晒し上げるぞって思ってますちゃんとなので本当来てくれるのは本当に嬉しいことだし、逆にむしろ来てほしいし、不安だから不安だから私、そうだけどルールはしっかり守りながらみんなで楽しみましょうっていう、まあもうルールとか分かんなかったりしたら、まあ、あの何人かいますから、もともと鳥にいた応援してた人いますから、鳥サポさん、私のファンの人の中に何人か、まあ、その人と一緒に行動するのが一番いいかもしれないです。破るのは障子だけです、障子も破らないでください。始球式ですぐ帰ったとか、まあ気持ちが分からんでもないんだけどね、まあしかもだし多分まあその人、多分そういう人たちが言いたいことって多分まあお金払ってんだからいいだろって多分言いたい気持ちも分からんではない、まあ、分かる気持ちは分かる、まあ、ただ無理はせずだけど、まあ、見てくれたら嬉しいなって、同じ好きなものを共有できたら嬉しいなとは思うかなって感じ。でも本当そんななんか私のファンの人であの人やばかったとか聞いたことはないので、今のとここの調子でその状態を続けていってくれると嬉しいです。でもやっぱ他のメンバーのファンの方とかは全然わかんないから私は。剣心の T シャツ、りなちゃんも着るデザインでした。あれ可愛かった、ニータ乗ってて3だったもんね、あれめっちゃ可愛い。そう、ほんといろんな世界がありますから、難しいなーってめっちゃ思う、外仕事行くたびに難しいなって。なんか自分的には気をつけてたことでもやっぱそれもダメだった、なんていうの、ダメだったことももちろんあるし、
あそこも気をつけなきゃいけないんだって思うこともあるから。でもさ、めっちゃ思うの、あのね、私が多分こんなファンの人にフランクにヤッホーとか言えるのってちゃんとしてるからなんだよ。そうだってさ、もしみんながさ、もうすぐリナに接触しようとするような人たちだったらさ、絶対そんな私フランクにさヤッホーなんて出ていけないじゃん、みんなの前に。そうなんかちゃんと守ってるからこそ、私も多分みんなのとこにフラフラってヤッホーヤッホーって言いながらフラーっと出ていけるような、なんていうの、こういう距離感っていうのを多分作れるから、あの私と近くにいたければ今の状態のままでお願いしますね。みんなの治安悪くなったら私みんなのとこに行けなくなっちゃうから、いろんな場面で。だからお互いウィンウィンになってるはず、多分。危険を感じたことはない。そうですね、危険を感じたことはないですね。うん、マジででもそうなんだよね、多分私が配信でこういうことをバカバカっていうか、めちゃくちゃ言うから、そのやめてとか、こうこれしたら本当にマジで無理とか言うからこそ、そういうなんていうの、そういうことしたがる人が私のファンにならない。多分私のファンになってそれをしたら、あの報復が待ってるって多分思ってるのかならないね。多分プライベートでリナと遭遇したいと思ってる人は別にいると思うけど、でもだからといって遭遇して後をつけたいとか思ってる人はいないと思う。うん、マキちゃんビスパのアンバサダーだけど、そういう話あんまり聞かないよ。だからマキさんのファンの方も素晴らしい方がいっぱいなんじゃない。でも部屋干し、ええやん部屋干しぐらい。でも私は間違ってるとは思ってません、このみんなとの距離感というか、この関係が素晴らしい。後ろの洗濯物、そうこの前の取りに行った時のやつです。なんかもうこの時期ってか、あの乾いてる乾いてないか分かんないんだよ乾いてんだけど一応ね、舞台の開演前に DMM の公演を音量出して流すとか、帽子を取って感激してくださいに揉めるお客さんなんだ。分かんない、それはだって私のファンの人じゃないと思う。私のファンの人だったら言って、今すぐ殴っちゃうよ。ゲストにもらえる、こうやってやっぱレアだよね。いやユニフォーム着にはすぐ乾くんだけどさ、そう干してるもの全部一気に片付けたいからえでもさ、2日目の時 DMM 見てる人隣だった、隣だったの、もうペーンってやっとき、おばがちゃんの商品明日届く、えすごいね、早っ。ユニフォームマジでどうしよう、2単か自分か、2単か12番かでめっちゃ迷ってる。そうめっちゃ迷う、どうしよう。でも2単のも欲しいんだよ、可愛くない？2単のめっちゃ可愛いじゃん。ニタン、そうあの無限っていうの、キュウさんラジオ5分だけ見てきたの。インフィニティ、あそれそれそれインフィニティかっこいいね、インフィニティ足つったコメントせずに伸ばす足を。
でもさ、その12にした場合さ、こう下のさ名前つけれるじゃん、あれをさ自分の名前にするとなんかさ、こうなんかねえ、なんかちょっと嫌じゃない、嫌じゃないっていうか、なんかうんうん、もうダメです、2つあるから片方にいたんだよ。おいおい、リナの財布が破産しちゃうぜ。でも欲しいな、ちょっと待ってよ、なんてあれ、何ユニフォームっていうけ、なんかインセンティブじゃなくてなんていうけ、あれ難しくて毎回覚えきらなくて、毎回ググるの、ググるっていうかトリニータの公式めっちゃ頑張ってこうやって見るの。オーセンティック、オーセンティックユニフォーム、これだこれだ、これか、欲しいな。うわ、ニータンかわいいね、どうしよう、ニータンか、ニータン、ニータン欲しい、ニータンめっちゃ欲しいんだけど、なんか変なの出てきた、なんかカードの広告出てきた、いらないいらない、なるちゃん可愛いって言ってる時とか、ニータンだってめっちゃ可愛くない、ニータンめっちゃ可愛くない、マジで、毎年変わるから、いやそうだよね、買うべきだよね、私も思ってる、それは買うべきだよな、ってか欲しい、普通に欲しくない、だっていやでもやっぱ買うなら一旦12かな、オリジナルネームサポーター、これサイズって何にしたらいいんだろう、サイズってL？ あのでも例えばさ、あのさ、あのユニフォームしたぶんあれだよね、これと多分サイズ感は一緒だよね、これがね多分なんだっけ、これサイズ書いてないっけ、これ XL とかかな、でけえなこれ、いつも着るときにでかいなって思うんだよ、なんだったっけ、前言われたんだよね、あでも書いてないな、なんだろうこれ、 XL、 L、 あ、いた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 、やっぱ L ぐらいがいいかな、まだ一着で、いや本当にそう、 L でちょうどよかった、どっちがいいと思う、いやちょっとあの L、 俺 L でちょうどよかったの人はあの男性の中ではカリカリなので、どう、私が着たら L 大きい、 L ぐらいがいいと思う、どっちがいいと思う、君に託す三角さんに託す、私のサイズを 3L ぐらいでかいな、L でいいんじゃない、本当かゆい、
今日遭遇した親は L です。ちょっと待ってよ。じゃあ L なのかな。どっち。180/64 で LL。 うわなんか参考になるようでならないな。参考になるようでならねえ。出るか。試着してもらえる。試着。155くらい L。なんかねぴったりは着たくないんだよね。迷ってない。まあでも L って言ってるからね。クラブトリニータに行く暇があるかな。ね、6月ね地味に忙しいんだよね。まあでも L かな。まあでも L だな。いやネットオンラインでも買うんだよ。買うなら L だとして、でしかもこれさ名前とかだってつけれるんでしょ。で12にして、ファミかな。ファミチキかと思ったマジで。ちょうどいいじゃなくてちょうどいいゆるゆる感ぐらい。でもみんなの意見難しいな。とりあえずじゃあ分かった、あのこれのサイズ聞いてこれと一緒にしたらいいんじゃないかな。背番号48番ねいるんだよね選手の方に。そうん、直接聞いたら確かに直接聞くのはありかも。タグに書いてなかったさっき見たけど。待って言ってたね、そのスポーツのとこにあるよって。そうじゃん、そこで試着すればいいんだ。首の後ろ書いてなかった。だからみんなのユニフォームと違うやつだから。佐世保のてっちゃんラブレターありがとうございます。てかそうだねえ、そうだ今日さツイッターで栗山里奈でごさしたらさ、なんか YouTube にさ里奈のさショールームのさサムネがすごい顔のやつが載ってたみたいな見たんだけどさ、あれさだから調べたの、栗山里奈ショールームでエゴさしてみたんだけど YouTube で出てこなくて消されたのかな。でしかもさコメントになんかさ本当にサムネひどくて草みたいな書かれてたでしょ。おやめろよ、せめて可愛いとこでさ、まあ、昨日すっぴんだったか可愛いとこなかったかもしんないけどさ、せめて半目じゃないとこでやってほしいよね。どんな内容だったのあれ。でもなんか多分その人がつけてたハッシュタグ的に多分なるちゃんと他の人だったから、まあ多分その
あの昨日の歌唱力の時の私がなんか語ってるとこだったのかなと思ったけど、そう、私さ見れてないのその動画が、まあ、見たくはないんだけどあんまり。そう、でもあれしょ、多分本当に私別にあんな、わかんない、どんな顔か見てないけど私変顔してないよね普段から。本当は多分あれだよね、あの瞬きの瞬間とかだよね。どうしたらいいわけ、そんなのあんの、なんかあるみたい、私が変な、そう、初めから最後まで全部載せてる人。そう、ちょっとみんなでなんかサムネ変えさせてよ。ショート動画のサムネは変えれないっていうか、なんか指定できないっていうのは知ってるけど、動画は変えれるでしょ。なんかそれでブスとか言われるのちょっとなんか嫌なんだけど。ちょっとみんなコメントして変えさせてよ。嫌だめっちゃ。見てないけど、その目元隠されてるやつしか見てないけど、でも悲しい。サムネだけ半目だったのよ。最悪じゃん。なんかそんなのいっぱいされるとショールームしたくなくなっちゃうよね。仕方ないとはいえさ、てかそういう人ってなんだろうね。別にさ、私のこと嫌いじゃないな、そんなことしなくてよくない、普通のとこ載せてくれればいいじゃん。5分後から録画されてるから5分後にたまたました顔が自動でサムネになる。最悪。同じユイナも、ユイナーかわいそう。リナはいいけどユイナはかわいそう。いや昨日のショールームだと思う。偶然でも嫌だよ、そんな変な顔にサムネされるの。バイト終わりました、お疲れ様です。何にも考えて、やだ、考えてほしい。ただでさえりな、そんななんか可愛くないんだから。まあみんな可愛いって言うけどね。滋賀の DD 森ちゃん、リップありがとうございます。でも今日なんか格好いいよね、私に合ってるよね、大人っぽくて。5月19ショールームの YouTube サムでもちょい半目。もうどうしようもないよね、もうビールとか、ビール飲めない、お酒飲めない、弱い、鬼弱い。ねねちゃん推しの友達がクイーンな可愛いって言ってたよ。あ、本当？ありがとう。まあでも今はね、あんまり本当人に好かれる好かれないがはっきりしちゃうような人間なので、まあ仕方ないか、私がそうしてるもんね。まあでもいいことか分かんないけど、まあいいんだ。だってそれがなくなっちゃったらつまんないでしょ、みんななんて。私 ISFJ だから。MBTI 知らんけど、それ正解か分からんけど、もっとつまんない人間になっちゃうよ。あ、今日配信します書いてなかった。あ、待って、あ、21時かまだ。そっか、20時始めたもんね。まあいっか。花が、大分の美味しい唐揚げのお店知ってますか？ポッポ唐揚げが一番美味しいと私は思ってます。ポッポ唐揚げめっちゃうまいんだよ、みんな知ってる？ポッポ唐揚げ食べたことある？ポッポ唐揚げめっちゃうまいんだから。目はもう大丈夫。一応大丈夫。
なんか今日すごい舞台中目がスースーしてて、左目が。そう、なんか大丈夫かなって思ってたけど大丈夫でした、普通に。リノも美味しいって言ってた。そう、あのね、 OAB の時かな、の時かなんかに差し入れで来て美味しかったんだよ。もともと美味しいのは知ってたんだけど、だって私がなんだっけ、あの小学校のバドミントンのクラブに入ってた時の、あの他の会場に試合とか行った時のお昼の弁当がポポからあげでした。猫鳥さん結婚してありがとうございます。いやだ、久しぶりに結婚して10個見たわ、ありがとう。でもね、ちょっとあのサムネどうにかちょっと変えさせてきてよ、あんたの力で。あんたの力で変えさせてきて、あのサムネを。半目のポッポおじさんの絵描き歌を歌える。ポッポッポおにぎりに梅干し2つのり描いて、香ばしいを振ったらポッポおじさんじゃないの。博多駅にも確かあるよ、だよね、博多駅にあるよね、ポッポおじさん。バドミントンはね、ママとパパがやってて庭で、それ見てなんかやりたいって言ったみたい。リノもすっぴんのやつがいい。あ、そうなの。でもすっぴんは別に気にしてないのよ、もういいのよ、いっぱい晒してきたから。え、そう、ポッポおじさんの歌、これポッポおじさんの絵かけたから。ポッポッポおにぎりに梅干し2つのり書いて、ごま塩振ったら、どこがどこか分からんけど、いおりちゃん笑顔ね。いおりは常に笑顔だからじゃない。分からんけど、タカさんラブレターありがとうございます。もうここにでっかい口内炎ができてて、もう治るんだけど困ってる。でも昨日飲んだこれが効いてたのかもしれない。これ今日飲んだっけ、これ今日飲んだかな、怖いな。ちょっとなんかでも1日1回だからさ、なんか飲みすぎも良くないじゃん。チョーラ BB1 錠飲んどこうかな。明日の遠征の支度、明日も行きたかった、トリニータ。今週末気になってる女の子と映画行ってきます。本当、でも映画フリスクとか持ってってきな。映画ってずっと喋んないから口臭くなっちゃうかもよ。配信すっぴんになったのは結構早い段階。いや、割とずっとすっぴんでやってたかも。私配信のためにメイクをするっていうのが、私そんなにめんどくさいなって思っちゃうタイプなので。だってさ、毎日するかもしれないさ、結構な頻度で配信やってるのにさ、すっぴんじゃないとめんどくさくない？さすがにさ、しんどい。からかい上手の高木さん、あ、なんか聞いたことあるのそれ。うん、じゃあの分も応援するね、よろしく頼んだよ。私さ、ニータンのさ、あのスリッパめっちゃ欲しくてさ、あれめっちゃ可愛くない？超可愛いんだけど、あれマジで欲しい。ニータンのスリッパ、あとねあれが欲しい、リッチーのあのさ、今さ私がニータンのさポシェットつけてるじゃないですか、あれのリッチーバージョンもあんのよ。あ、どっちも欲しいと思って。閉じてるから臭くなるの。なんか人間って喋ったり、あの唾液の循環がないと口臭くなるんだって、こもっちゃって。ニータンのスリッパあるの、めっちゃ可愛い。そう、めっちゃ可愛いの。リッチーのポシェットとニータンのスリッパ欲しい。あ、すごい巨人じゃん、これ。いやん、ね、リッチーのも可愛いよね、どっちも好き。リッチーはね、うさぎさんです。なんで、ああ、そういうことね。違う、あのこんな感じ、こんな感じ、ここにニータの顔があるって感じだから踏みつけません、大丈夫。スリッパでも踏みつけることはないです。
そう、兄ちゃんとさ、リチと TikTok 撮った時にさ、2人がさ、こうエンジンしようみたいな感じで言ってくれて、そうエンジンしました、一緒に。そのスリッパが、え、可愛いでしょこれ、これわかんない人がくれたの。怒ってるマスコットの、あ、がリッチーです。喋れるの、あの、いや、ニータンのこうお姉さんが言ってくれました、教えてくれた。TikTok 何回か撮り直した、2回だけかな、2回だけ。やっぱなかなか、なるべくこう、やっぱ疲れちゃうから、しかもいろんなものが終わった後に撮ってもらったから、兄たんたちも疲れてただろうから。他のメンバーと撮ってなかった、そのもうみんな全部が終わってから決まったのでちょっと待って、なんだこれ。フォークス買った、うん、さっきも誰か言ってたな。今回は何対何で買ったの。あーでもなんかギータっていう人がなんか大丈夫みたいなのがトレンドに入ってて、それでさっき見たかも。勝ったかどうかまで見てなかったけど、ニータンウサギじゃない、ニータンウサギじゃない、リッチーがウサギ、ニータンが、ニータンはカメさんだよね。どっ、うん、私の勝手な解釈もあるから、多分その辺ってニータンリッチに対する、だからちょっとあんまりどこまでみんなにこう説明して大丈夫なのかちょっとわからない、私は。からあんまりちょっと、柳田選手っていうのは知ってる。柳田選手ね、はいはいはい。そうですね、あの一応言っとくと、リッチーのポストは消させていただきました。っていうのも、まあ、私の勝手な解釈で書いちゃったことがちょっと嫌な思いをされてる方がいたので、ちょっと良くなかったなと思ったので消させていただきました。そう、ただあの一応私もなんていうの、こうなんていうの、ニータンに今ちょっとこうハグみたいなのしたんですけど、実際正直私自身もあのメイクがつくっていうのも分かってたし、潔癖だからね、自分自身が潔癖ちょっとあるからこそ絶対メイクがつくっていうの分かってたから、ベトッとは多分つけてはないとは思うんですよ。ちゃんとこうそこは自分でちゃんと意識しながら近づいたっていうのはあるから、まあ、確かにこう抱きついちゃったのは良くなかったかもしれないですけど、一応なんかメイクがつかないようにっていうのは自分なりには意識してましたけど、やっぱまあ写真の角度だったり、こう兄たんもそれに応じてくれたっていうのでちょっと顔がひっついちゃったっていうところもあったから、まあそこはまあ私も良くなかったなってもちろんこう思ってるし、まあリッチに関してもまあその私はリッチーのことムキムキウサギくんだと思ってたから、そう勝手ななんかそれこそだからさっき言った勝手な解釈なんだけど、私はそういうこうなんかイケメンムキムキキャラだと思ってたから勝手にリッチーのことでも、まあ実際、まあ、もしかしたらそうじゃなかったかもしれないから、まあそれでちょっと嫌な思いをされてるそのサポーターの方がいらっしゃったから、でもそこはやっぱ私もその世界に入ってたばっかで言っちゃいけなかったことっていうのも分かんなかったし、言っちゃいけないのかも分からないし、まあこういうことを言ったら嫌な思いをするっていう方がこういるっていうのを知らなかったから、そ
そうだから私自身もそこはめちゃくちゃ悪かったから、そうだからその方は全然悪くないし、次からはちゃんと気をつけようと思ってるので、そうだからまあそのね、変にやら探しとかしたりとか、そのなんていうのっていうのはやめてほしいなって思ってます。まあ、なのでちょっとこれ見て不快になるかもって思ったので、今回ちょっとそのツイートはあのそのコメント見て消したっていう感じですね。まあでも私たちとはやっぱまた違うルールというか考えだったりもあるから、しかもそれに私たちが、私は今入っていったじゃないけど、そこに今、まあ言い方が悪いかもしんないけど乗っからせてもらってるっていう言い方になっちゃうかもしんないけど、まあそういう風な、しかもやっぱこうさ、まあ言ってさ、正直別にアイドル好きな人じゃない人からしたらさ、トリニータの力を借りて有名になろうとしてるんでしょみたいな、なんか嘘なんじゃないって思ってる人がいたとしてもおかしくはないわけよ。こんなにいっぱいイベント呼んでいただいたりとか、急にバババって私がトリニータとのお仕事をさせてもらってるからこそ、そうやって思われても仕方ないとは私は思ってるから、思いながらもさ、やっぱだからこそ応援はしっかりしたいなって思ってるし、こうちゃんとサッカーのルールとかも覚えたいなって思ってるわけではあるけど、でもやっぱそういう風に思われちゃうことって絶対あると思うし、そこは仕方のないことだと思ってるし、私みんなはいやそんなことないでしょってこう思っても、向こうのやっぱこうサポーターさんたちは嫌だなって感じることもきっとあると思うから、だからまあ本当に今回のことは私は自分が悪かったなってちゃんと思ってるし、次からはこうもっとそういうとこは気をつけないといけないなってそう思ってるから、本当にその変に荒探しとか絶対しないでほしいし、そのもしそのツイート見たよっていう人がいたとしても、こういやそれはおかしいでしょっていう風なのはやめてほしいなって思うかな。うん、これに関しては私は自分が悪かったなって意識はしてたけど、やっぱそこの意識がちょっと低かったのかなって今回知れたから、うん、まあだから本当そこに関してはもうあんまり変に触れないでほしいなというかって思ってます。そうさっきも言ったけど、郷に入っては郷に従えですから、世の中、うん、何が正解か分かんないです、正直私もまだまだ新米なので。いややっぱせっかく好きをお仕事にこうしてもらえてるからこそ、やっぱちゃんとそういうとこはしっかりしたいなと思ってますっていう感じ。うんです。はい。まあ、でもあんまりちょっと言いすぎるとごちゃんにまとめられちゃうのでごちゃんの人たちなんかリナのことめっちゃ嫌いだから、めっちゃリナの悪口書かれちゃうからあんまちょっと言わないようにする、怖い怖い。まあ本当楽しみましょう、これからも応援楽しみながら。まあ見てないんですけどね、私ごちゃんほとんど見てないんですけど、たまにこう流れてきちゃうことがありますから、それで知ってるだけで、あのわざわざ自分から覗きないかないです。だっていいこと書かれてないこと分かってるもん だろうなって思ってますから、仲良くしようね。はい、もう見ないです見ないですはあ
たい焼き食べて、たい焼きの動画今流れてきてしまった。最悪、たい焼き食べたくなった。たい焼きってうまいよね。飲み屋さんで見てます。おやふこ通り、取り木じゃなくて。でもたい焼きって今食べたいなって思うけど、明日になったら食べたいなって思わなくなるんだよね。たまーにあるけどね。うわ今日めっちゃたい焼き食べたい気分のまんま起きたみたいな日あるけど、基本ないんだよなそんな日はね。キックインセレモニー練習してる。キックインセレモニー呼んでくれるのかな。でもそんな申し訳ないわ。たい焼きは皮がもちもちとパリパリ派だって。外はパリパリ。まあでも一部の意見なんか気にしたらキリないって言うじゃん。いやでも本当にその通りだと思うけどさ、なんでなんだろうね。本当さ、一部の意見だけが気になって仕方ないんだよね人間って。ファン感謝祭行きたいって昨日話してた。あ、そうメールにも書いたんですけど、前さ嬉しい仕事が2つ決まったって言ってたじゃん。それの2つ目がこれです。1個目はその取りに行ったの仕事、思ったらもう1個のパフォーマンスの方、5日に、多分6月の5日に言ってたのかな、うん、あ5月の6日に言ってたやつ、2つ決まってます。で1つ目がその5月の26日に、25日、うん、26か、5月26日にパフォーマンスで行くことと、そのもう1個が今日発表された7月15日のファン感謝祭の MC になったことです。いやだからさ、普通にさ、な嬉しいお仕事がありますって言った時にさ、コメントでさ、え、ファン感謝祭の MC ですかとか来て、一回マジびっくりして、え、なんで、えみたいな、勘良すぎんとか思ったけど、でもさ、ファン感謝祭が発表されてもなかったし、その時ってだし、ファン感謝祭が発表されてもないのに、しかも MC っていう言葉がですよ、私本当に怖くて、なんでなんで分かったのって思ったけど、めっちゃすごいなって思っちゃった逆に、えー、みたいな。そうだからさ、あ確かにできたらすごいよねみたいなってめちゃくそんな感じで返したけどさ、そう匂わせみたいになっちゃったけどさ、いやそう願望込みだとは思うけどさ、めっちゃすごくてさ、えー、とか思ってさ、いやそうなんだけどって頭の中で思いながら、でも頑張ります本当に。私大丈夫かなって思いますけど、もう本当に今から必死で、もう顔と名前を絶対にリンクさせます。でもさ、たまにさ似てるなみたいな方いるんですよ。毎年同じ頃にやる、まあそうだよね。なんかだから調べたの私。あのそう決まったから調べたんですよ、あの大分トリニータファン感謝祭って。去年のがなんか参考に出てこないかなと思って TikTok 見たんですよ。そしたら TikTok にあの選手の方4人がなんだっけ、あの誰の歌だろう、何わ男子さんかな、あのあんな恋がしたくてこんなふん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 みたいなのあるじゃん、あれを選手の方4人が歌って踊ってる動画が出てきた。それ以外出てこなくて、どうしよう参考にならなかったと思って。で MC する上でさ、どんな流れなのかさ、なんとなくこうさ見れたらいいなって思って調べたんだけど、それしか出てこなくて、えーみたいな、全然参考にならないと思って。その MC の参考にはならなくて、そうちゃんと私も調べたの、 MC する上でどうしたらいいんだろうと思って。新しいのなんか出てないかな、なんかファン感謝祭の1日みたいな動画出てないのかな。そうちゃんと私調べたから、そうどんな感じなの、去年行った人いないの。なんかめっちゃ短い動画とかしかなくて、あっても面白い。選手の方がめっちゃダンス頑張って練習しててすごい、なんかでこういうこともやるんだなと思って、それにびっくりした。あえこんなのあるんだみたいな、こういうファン感謝祭なんだっていう、
まあでも多分それもその監督によって毛色が違うっていうのを聞いたから、もしかしたら今年はどんな感じか分かんないけど、ケーブルテレビの YouTube チャンネルに、あ、え、マジ上がってる？そっち見よう。私さ、最近ってさ、もう TikTok とかの方がさ、なんかいろいろ情報手に入れられるじゃん。だからさ、もう TikTok とか見た方がいいのかなとか思ってさ、 TikTok で見ちゃった。あ、これか、これだ。しかもガチ星トリニータの星ってなん、星の部分ってなんだろうって思ってたらあれだったね、普通に気配切りしてる。楽しそう、これ私もこれしたいな。カラオケしたり女装したりサインしたりのイメージ。あ、そうなの、ショールームじゃない。いや、なんかだって最近でさ、もうほんと YouTube とかに TikTok の方がさ、なんていうの、こうコンテンツじゃない、なんていうの、こうさ情報が充実してるイメージない？あれ踊ってくれないかな、こいちゅん。でもなんか過去にやってそうだよね、こいちゅん。ショールームでそっちね。いや、星が来たらさ、大体伏せ字だと思っちゃうじゃん、もう。あ、これ2019年のやつか、これは。あ、で、こっちが2023年だ。じゃあ、後でこれ見て勉強しとくわ。MC がどんな感じなのか。緑牛乳さんが、緑牛乳さんというか、九州乳業さんが、私がフォローしてるのに気づいてくれない。ちゃんとフォローしてるよ。この前なんかフォロワーを増やしたいって書いてました。あ、メディア系は YouTube のがいいんだ。うん。清水とのホーム戦だから前日でいるか迷ってるね。私もお仕事がなかったら前日から行きたいんだけどな。なんかこの緑牛乳のこのニータンデザインがめちゃくちゃ欲しい。めちゃくちゃ可愛い、この色合い可愛い。ニータンってなんでこんな可愛いんだろうね。なんでこんな可愛くニータンね、なんか何でも可愛くない。ニータンって、ニータンが可愛くなかったの見たことないもん。マジ可愛い。そう、あのさ、この前シュシュとさリボンを買ったんですよ。で、あの町小屋にある棚にさ、トリニータのクモさんのぬいぐるみがあって、そう、そのクモさんのぬいぐるみ置いてるから、ファンの方がくれたやつ、こっちにシュシュ、こっちにリボンつけて飾ってる。上の先輩ニータに似てる人いるけど可愛くない。多分それ似てないよ。ニータに似てたら可愛いもん。そう、鳥みたいなね、クマさんがいるんだけど、ニータにさっとかける。うわ、どうだろう、ちょっとかけるようになっとこう。特技ニータン書くのことにしよう。リチ難しそうだよね、なんか練習しとこ。キャキ歌とかないの？ないんじゃない？
うわめっちゃ生誕 T シャツニータンとリッチー書きて書かれないけど、さすがにそんなことはできんけど。めっちゃ顎の下がやばい、本当にやば。おデブちゃんだ。今日さん置いたトリニータ、ちゃんとアットマーキュリーじゃなくてアット置いたトリニータにしよう。じゃあ下の方に。もう今思うとペンライトが水色と白じゃないですか。水色と白めっちゃ可愛いけどさ、青と黄色だったらもう完璧だったよね。でも水色と白もっぽいもんね。黄色と青と黄色っぽいもんね。まあまあまあ、水色と白は、水色と白ってほぼ青と黄色。そうだよね、水色と白を濃くしたら青と黄色だもんね。うんうんうん、全然大丈夫、そんなもんだよね、間違いない。いや絶対変更はしない、さすがにそれはちょっとなんか今まで築き上げてきた6年の HKT キャリアをそんな簡単にぶっ壊すことはできない。白も天使さんになくなったら黄色くなる。そうね、2つも同じようなコメントが、でもすごくない？ほぼ一緒のコメントじゃん。明日は駐車場激コメの中なので早めに行ってミッション頑張ります。頑張ってください。え、てかタレ買いな。あ、タレあるのかな今回は。それで買えたらそれこそこびてるみたい。確かにね、それは良くないわ。いやタレ買いな、めっちゃタレ本当に美味しいから。目かぶりに、いいよ別にかぶってもいいのよ、すごいなと思って、みんな思ってたんだろうなと思って。今日スタバ行こうか迷ってやめた。やばいね、首のシワがやばいね、てか二重顎やばいね。おデブちゃんだ、どうにかしなきゃ。バナナフラペチーノ、あ、私ね、バナナのフラペチーノか。バナナ最近さ、そのヨーグルトに入れて食べるけどさ、あんまそのそもそもがバナナ味のものってそんな得意じゃないんだよね。タンタンフルフル、タンタンフルルルル。ストロベリーの方も一回ぐらい飲みたいな。スタバのワッフルは美味しい。バナナのブリュレ美味しそう。ブリュレって言いづらいね。 ブリュレなんか3回に1回ぐらいしか成功しなそう。ヨモフェルト、ダメダメダメ、私がヨモフェルトで作ったらもうとんでもないものができちゃうから。マックでガーリックバターで、え、それは持ってさ、私見たの、そしたらさチキンなの。ガーリックバター照り焼きバーガーでよかった。チキンじゃないのが良かった。チキンじゃない方が良かった。いや美味しいんだろうね、絶対美味しいとは思う、絶対美味しいんだろうなって分かってるんだけど、でも私チキンより普通のパテの方が良かったな。ダメではないんだけど、チキンより普通の方が好きだった。39日から大丈夫か、どこ生きてるんだお前は。そうと思ってめっちゃ迷ってる、食べるの。あとさ、芸人のさレインボーのそのイケちゃんって呼ばれてる方がいるんですよ。そう、
その人が、あのね、ケンタッキーのね、チキン食べるの超上手なんですけど、その、たまにレインボーのチャンネル流れてくるから見るんだけど、YouTube。その、イケちゃんっていう、ジャンボじゃない方、イケちゃんっていう方の方が、あの、なんだっけ、その、ケンタッキーの食べ放題に行ってみたみたいな動画をさっき見て、めっちゃケンタッキー食べたくなった。でも私も食べ放題のとこ行きたい。だってあの、好きな部位食べたいもん。私さ、上手に食べれなくて、ケンタッキーを。あのさ、なんか足の部分あるじゃないですか、一番チキンだなみたいな形の部分、あそこは普通にちゃんと食べれるんだけど、そうじゃない部分難しくて上手に食べれないんだよね。そう、部位指定がその普通の店舗だとできないの。ただその食べ放題のとこは食べ放題だから、自分の好きなとこ食べれるんだけど、うわどうしよう、チャットに何も今日送ってない。チャット何送った方が、送ってほしい今日みんな。沼さんの写真しかないよ今日送れる写真なんて真っ暗の中沼さんと高尾ポンさんがいたから写真撮ったけど、その写真しかないよ。鳥さんの行動してる、やだ言い方が怖い沼さんの写真、沼さんの写真じゃあ明日インスタに載せてあげるよ。どうしよう、送るのがなかった、なんか撮っとけばよかったな。ケンタの食べ放題、いや行きたいけどないんだよ九州確か。西陣先生もあるから、西陣先生は高尾ポンさん、柔道部、そう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 柔道部。今度公園出た時はツインテールにしようかな、アイドル。ちょっと待ってよ。ウルトラの母、やめてよ、ウルトラの母じゃない。公園、あ、そうだ。みんなさ、パジャドラ、パジャドラ来てほしい。11日、来て。9じゃなくて11。早めに場所の直したいか。
10時に終わろうと思った。受付終わってた。あれ本当？まあ刀剣とかもあったら、2時とかもあったら来てください。か無理な人はもう DMM に貼り付いててください。休む理由がなくなってきた。もう DMM で。マークさん、あ、そう、マークさん誕生日1日違いだよ。あ、で、そう、今、なんだっけ、あれ聞いてます、昨日言ってた、途中入場について。そう、途中入場についてちょっと聞いてるんですけど、その、まあ、その、どんどん途中入場 OK ってなると、いっぱいいろんな時間でバラバラになっちゃうから、それは多分ダメっぽくて、なのでその例えば半分の時間の時に1時間半ぐらいあるじゃん、その中のこうその途中なら、途中なら一気に入れますよっていう時間を設けるのもちょっとどうですかねっていうふうには一応聞いてるんですけど、まあちょっと今のところダメそうな感じはするんだけど、まあだからもうちょっと待ってて、でもただ来てほしいなと思う。いや30分OKは無理だと思う。だからちょうど真ん中の時間じゃない？できても。今日当たりすぎたので今から無事に帰宅できない。大丈夫でしょ、大丈夫だよ。まあでもやっぱ来てほしいな本当に。あ、22時になったってことで終わります。ごめんなさい、チャットは送れないまま終わりました。13位、みっつんさんありがとうございます。12位、黒部さんありがとうございます。11位、しるちゃんありがとうございます。10位、ただの魚さんありがとうございます。9位、もりちゃんありがとうございます。8位、すせもんてっちゃんありがとうございます。7位、おしろたけさんありがとうございます。6位、たかさんありがとうございます。5位、ねことりさんありがとうございます。4位、てんとこちゃんありがとうございます。3位、しゅんくんありがとうございます。2位、えいかさんありがとうございます。1位、長十郎さんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ明日も頑張ります。バイバイ。